にちは、大将です。違いました、五十嵐です。今日はね、ディスク、犬用ディスクの磨き方、これをね復習してみようと思います。以前同じような動画をね、作ってあげております。こちらも参考にしてください。犬用ディスクは定期的に磨かないといけません。というのは、ディスクを投げた犬がキャッチをする、犬をキャッチしますね。犬をキャッチした時に必然的に犬の歯が当たりますよね。で、犬の歯が当たって、ディスクがですね傷つきます。例えばこんな感じでね、トゲトゲ、つまりバリというやつですね、これができてしまいますね。で、このまま投げてしまうと、当然ディスクは、空中にすごい回転のまま空中に浮かんでますね、飛んでますね。それを犬がキャッチをした時に、まだキャッチをしてもすぐディスクは止まるわけではなくて、口の中でこう回転するんですね。回転した時に犬の口、これがねバリによって傷ついてしまう。そういうことも防げるために、ディスクを研磨するということになっています。犬用の、ディスクはですね、いろいろな硬さがあります。例えば今僕が使っているのはもう廃盤になったバブルス235というやつをよく使っています。その他にジョーズのハイパーフレックス、その他にもうインジが消えちゃったけど、ソフライト、ハイパーフライトのソフライトとかいうやつもありますし、NDA のディスク、それからジャパンフリスピードッグアソシエーションの、公認のディスクなどもありますが、ディスクによって硬さが違います。これはこんな、どんなにやってもほぼ曲がりません。NDA のやつは確か何種類かあったのかな。で、曲がるやつもあるし、曲がんないやつ、つまり硬さが違いますね。ソフライト、これはもう冬には使うのはいいと思いますし、ソフトマウスの犬、柔らかく口、柔らかく噛める犬であればこれ使うといいと思いますが、これもぐにゃぐにゃです。ジョーズハイパーフレックスはこう柔らかいんですが、傷がつきにくいというかバリが出にくいものですね。ただちょっと重いというも、欠点もあります。で、私がよく今使っている廃盤になってしまった、残念ながら廃盤になってしまいましたバブルス235、これはですね、中にこのディスクの中に、気泡、空気の泡みたいなのが入っていて、軽さの中にしなやかさがあるというものです。ただ残念ながら廃盤になってしまったようですね。このようにバリが出ているものね、バリが出ているもので硬いディスクの場合はですね、これは今80番のヤスリ、サンドペーパーにスポンジがあってこう握りやすくなったものね、これを使っても削ってるんですけど、もう削っても削ってもこういうのは、スムースになるのが大変です。ディスクドッグをやるときに、ディスクと犬の相性ですね、犬の性格もありますし、ソフトマウス、ハードマウス、または、柔らかいディスクなら当たっても痛くないために犬が、怖がらないで取れるとかいうこともあると思います。僕の場合は、趣味でやっているディスクなので、そこをもちろん踏まえながらもメンテナンスしやすいディスクというのを選んでいます。硬いディスクですね、先ほど出た硬いディスクの場合メンテナンスがとても大変です。このバリを取るのが大変なんですね。なので、競技で使うような硬いディスクは私は使わず、柔らかいディスク、メンテナンスのしやすいディスクを使っています。先ほども何回も登場しているバブルス235などはメンテナンスしやすいですし、ジョーズのハイパーフレックス、ハイパーフライト車ですね、これも、メンテナンスしやすいです。
とても柔らかい、ソフライトですね。ソフライトのハイパーフレックスの、ソフライト、これもメンテナンスしやすいですが、こちらはやっぱり柔らかいので、どうしても穴が開きやすいというかバリが出やすいものですね。ただ、冬など寒くなってもディスクは硬くならないので、いいと思います。磨き方としてはまずこう使ったディスクをですね、素手で触ります。そしてトゲトゲしたところね、指に引っかかるところ、この自分の素手でですね、こう触って引っかかるところをもうこのように磨いていくと、磨いてディスクをスムースにしていく、これをコツコツやるだけですね。そんなので硬いディスクで穴が開いてしまった場合、こういうやつですね、こういうやつは本当に、磨くのが大変です。中にはですね、ライターか何かで火で炙って溶かしちゃうという人もいると思いますが、私はもうこういう硬いディスクのはもうメンテナンスが大変なので使わない感じですかね。これは人によると思います。でもちろんですね、あのディスクによって、ディスクによってメンテナンスの簡単さ、やりやすさなどはいろいろあります。なのでご自分のメンテナンスできるディスクを選ぶということもとても大事かなと思います。頻繁にディスクをやる人もそうでない人も、ディスクをやる前はしっかり素手で触って犬の口が傷つかないようにすること、これが、ドッグスポーツの基本だと思います。ドッグスポーツの基本は犬と人間の協調性、これですね。人間だけが楽しければいいということではなく、犬だけが楽しければいいというわけではなく、犬と人間が一緒に楽しむと、そして犬も人間も安全で楽しいスポーツをするということですね。もちろんディスクはですね、大半は犬のキャッチという技術のことよりも、人間がいかに犬が取りやすいスローイングをするか、ここにかかっていると思います。なので協調性、これを養うためにはですね、当然ながら人間のスローイング、これが大事だと思います。そのためにはやはり私がおすすめするのはですね、1枚や2枚という少ない数のディスクを買うんじゃなくて、やはり10枚ぐらい買ってですね、練習10回投げて向こう側に行ったらまたその10枚を使って投げるというようなことをですね、練習をして、スローイングの練習、犬がキャッチしやすい練習をするというのがいいかと思います。もちろんですね、専門のディスクドッグのインストラクターの方に習うというのが一番だと思います。犬の怪我やアクシデントなど事故などをね、未然に防いで楽しいドッグライフを過ごしてみませんか。このように磨いて、ある程度磨いたらですね、両手で触って、スムースになってるかなってないかというのを確かめてみましょう。そして僕の場合は今回はこのように、バケツに水をお湯を入れてですね、こうやって流しちゃってます。今回はあの Vlog を撮るついでなのでバケツに入れてますが、洗面台でもちろん洗ってもいいと思います、ね、でこのようにきれいになったら再度確かめて、待っているアリに投げてあげると。そんな感じで今日の
Vlog はこれまで。楽しいドッグライフを。